2011年現在、アメリカ海軍食品サービス管理システムで使用されている MS DOS アプリケーションと3.5インチフロッピーディスクレガシーシステムとは、主にコンピュータの分野で代替すべき新しい技術などのために古くなったコンピュータのシステムや技術などのことである。そのようなデバイスをレガシーデバイス、そのようなオペレーティングシステムをレガシー OS などとも言う。レガシーとは、 英語で資産、遺産という意味であり、レガシーシステムとは、典型的には、まだユーザーが必要とする機能を持つが、現在可能な、より新しい技術やより効率的な技法ではないシステムのことである。しかしレガシーシステムという用語は、明確な定義はなく、立場に応じた相対的な故障として使用されている。コンピュータシステム全般では、1980年代の、 ダウンサイジングの時代に当時のオープンシステムやクライアントサーバーシステムが普及すると従来のメインフレームやオフィスコンピュータあるいはバッジ処理などのアプリケーションなどを否定的な意味で呼ぶ場合に広く使用された。1990年代にインターネットやイントラネットが普及するとクライアントサーバーシステムもレガシーと呼ばれるようになった。またパーソナルコンピュータでは MS-DOS などのオペレーティングシステムやフロッピーディスクなどのストレージデバイスやメディアが呼ばれるようになった。一般的にレガシーシステムは実績がある反面、サポート切れや開発、運用、保守などの制約やコストが高まるリスクがあるため、より新しい技術やシステムへの移行が進められる場合もある。ありがとうございます。